からの記憶だわ、はい、僕が一番嫌いだったね。エンドにシルカーボックスを取りに行きました。最強、めちゃくちゃ取りましたね。1人10個ずつぐらい取ったんですけど、今回の記憶らではですね、はい、鶏、いやいや鶏肉無限装置作っていきたいと思います。よろしくお願いします。大原はどこにいるでしょうか。はい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 、違う違う違う画面内にどこにいるでしょうか。チクタク聞いたことあるな。いや違う違う、これはもう YouTuber は全員やるから。これあ、なるほど、全員やるぞ。通過儀礼、成人式みたいなもんなんで申し訳ありません。チクタク、はい、どこですか。大原は、はい、ここでした。おお、なんか頭がさ、え、おー、ドラゴンだ。あ、ドラゴンだよね。ドラゴンです。おお、すごいね。よし、ただいま。うん、でっか、頭マジででかいやん。ディスってる。いいね。それは現実だけの話。あっ、たっ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 た。そうだね、今日の撮影終わりだ。ということで今日なんですけど、ピラミッド編やってきたくて、こうね、2階部分をね、あっち作ったじゃないですか、はい、こっちはさ、あのピラミッド駅みたいの作って、結構なんかおしゃれな感じになってるんだけど、でかっ。こっちがさ、はい、ぶっちゃけ何もないわけよ。まあまだちょっと、まあネザーウォートの、うん、まあ、畑だけ、まあ、あとなんか村人をこっちにね使用する予定の、あ、てかここ修繕取引所だよね。そう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 、証券取引所、証券取引所、修繕あった修繕あった、神神神。だからこの辺にちょっと無限装置みたいなのあってもいいんじゃないかっていうね、ところであれですね、休暇さん、なんと我々といえば、はい、今何が足りませんか。鶏肉ぴたり合わせ。今回はですね、鶏肉無限機作ってきたと思います。でこれ鶏肉無限機なんですけど、ちょっとね、ぶっちゃけ、はい、そのさ、コメント欄にさ、その6歳の息子と見てますみたいな方いらっしゃるかもしれないじゃないですか。確かにいるかもしれない。もしいらっしゃったら動画閉じた方がいい。え、動画閉じた方がいい。ちょっとバイオレンスなシーンになっちゃうわけですよ。バイオレンスなちょっと装置が出来上がっちゃうわけ。 なるほどね。まあでもさ、それで言ったらさ、アイアンゴーレムトラップとかもちょっとバイオレンスだけどね。で今日なんですけど、はい、鶏肉をですね、大人になった鶏肉を、まあアイアンゴーレムトラップのごとくマグマでこう、まあ焼かせてもいただいて、肉と羽に分けるみたいな装置なんですよ。全然薄まってない。なんなら生々しいか、全然残酷。それをね、作っていきたいと思います。まずは、じゃあ、物を取りに行くか、物。はい、行きますよ、行きますよ、何も学んでない。はい、こっち戻ってきたんですけど、まず、大事なのは、まあ、ホッパーなわけですよ。まあ、ホッパー大事な。結局、ホッパーワールドなんで。ホッパー16入ってるよ。ディスペンサーはこれ3つだっけ？ね、まあ、1個でいいんだけど、はい。まあ、何個も作れるから、まあ、いっぱい今回作りますか。じゃあ、ちょっとね、レシピは簡単と。ただ、俺たち絶対足りてないものが1個あって、はい、卵がないんですよ。ゴータマ知ってあるだ。それは怒られる。俺卵のことゴータマってしちゃうんですよ。特殊だね。結構特殊だったね。いやそのさ、お寿司のことシースーみたいなのあるじゃん。寝てるね、寝てる、あなた寝てるね。寝る前、続けて、続けて、あっ、あっ、殴り合いの精神、殴り合いの精神。そう、シースーとかギロッポンとかあるじゃん。だからさ、カッコつけてゴータマみたいな。ということで、おはようございますということで、元気ですね。ですね、俺さ、最近なんかこう女性の視聴者さんがなんか増えてきたんですよ。嘘嘘、いや本当、嘘いいから、本当ですか。やめろやめろ。YouTube やめろ。いや嬉しいなっていう。嘘はよくねえんだよ。いや本当っす、これ嘘ついたらおしまいだぞ。キヨキヨさんにね、はい、前々からブチ切れてやろうと思ったこと一個あって。お願いします。キヨキヨさん、たまにさ、うん、俺が、まあ、ツッコミ的なものをするじゃん。はい。そしたらなんか変な顔して流すよ。あれなんだ。じゃあ、あれはコミュニケーションの一環だよ。いや、ずれてるずれてる。いやそのコミュニケーション間違えてる。いやちょっとそれは許してよ、それは。もう行っちゃっていいですか。俺チェストとホッパー、卵がないんだよね。卵がどうしてもね、俺卵ゲットしたらすぐ投げちゃうからさ。卵すぐ投げて遊んでたもんね。そう、キヨキヨさん、すぐ卵踏みつぶして遊んでますからね。最悪やん、そいつ。じゃあそれ作ってきたと思うんですけど、あれ大原どこ行くの。俺鶏肉を捕まえてきます。鶏肉を鶏肉を捕まえ、じゃあ鶏肉でしょ。いやちょっとそこ頼むよ、ちょっと。死んでも言わねえ。鶏肉を取りに行く。それでは、急遽3分クッキングでございます。でてってててて、まずはチェストを置かせていただきます。
そのチェストに出来上がりのお品がですね入るようにするので、ホッパーをですね、はい、こちらですね、ホッパーをこうギフトしながらつけさせていただく。そうするとここに落ちたものがチェストに入っていくということでございます。さあここに、はい、こちらですね、はい、半ブロックを置かせていただくと。で、これホッパーが半ブロックの上だったら吸収してくれるというところを利用するということですね。で、これちょっとね、バイオレンスですからね、だいぶバイオレンスのシーンですよ。ここをちょっと囲わせていただいて、ここに溶岩をちょっと注入するという。あれ、急になんかハッピー要素消えたね。いやちょっと溶岩、いきなり溶岩ちょっと垂れ流しますね、ポン。うわ、で、こうすることで、ニワトリさんの子供は言ったら、溶岩には当たらないんですよ。ただ、大人になると、ちょっとこう、バイオレンスのシーンになるっていう感じでございます。具体的に説明されると、こんなに、そうだね。苦しいもんだと思ったら。そうだね。はい。まあまあ、ちょっとマインクラ、まあ、マイアンゴーレムトラップみたいなもんではありますけどね。で、はい。ディスペンサーはですね、顔の向きはこっち。これ合ってるよね。あ、うん、顔の向き、違くね。逆だね。逆だね。え、これ逆ってどうやってやるの、これ。一回そこにどうでもいいブロックを置く。どうでもいいブロックをここに置く。そこに置く。はい。で、もう一個その後ろに置く。なるほどね。で、どうでもいいブロックを壊して、どうでもいいブロック壊して、ここにディスペンサーをここにセット。あー、お前お前こっち向くなって。ガラスの正面からやるとね、やりやすいから。こうね、こうなっちゃうから、こっから遠くからいきます。遠くからおー、いった。顔こっち見て、これ壊しちゃっていいんだよね。壊しちゃったら OK。 で、このオブザーバーをですね、このディスペンサーにつける形で、これで、このね、謎のブロックに、はい、ここにね、はい、ピチッとつけると、顔はこっち向いてるじゃんと。顔は上を見ればね、三角形が向いてる。あ、ほんとだ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 。で、こいつを壊して、このオブザーバーにですね、キスさせる感じでね、イエスピュッと置くと、はい、無限回路。無限回路っていうか、カチカチ無限ね。そうなると、このディスペンサーが無限に動くって、無限に前に出してくれるというかね。ですね、皆さん、ここへ来てですね、相当やばいことが起きるんですけど、ここのガラス破壊しなくちゃいけないんですよ。そう、ちょっと僕ミスって、普通に一回溶岩回収してもいいけどね。それめっちゃ頭いいじゃん、小原。小原 IQ まさか高い。さては、そう、実は誰にも言ってなかったけど、俺 IQ2 万あるんですよ。2万あるね、それは。だろ。で、これバケツ1回取って、ここ壊して、まずホッパーをここにつけなくちゃいけないんだよね。進捗でいくとも 80% 超えてる。そうだよね、かなり簡単だよね。で、ここに溶岩を垂れ流すと。急になんか武装の技が出てきた。これはビッて、あ、ほんとだ、ホッパーのところは出ないと、で、このホッパーの上に、ニワトリちゃんをね、置くんですよ。あげると。そうすると卵だけ下に出るっていう感じ。そう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 。なるほど。だからこう、親鳥は減らさずに、はい、永遠に一応鶏肉技で生成されるよっていう。あー、やっぱね、大原さんね。あの、開発したのは先人の方ですので。先人の方ね。僕はただそれをね、それはそうだ、それは関係ない。知識として知ってるだけ。知識として別に共有してるだけ。そう。じゃあここを、まあ、囲っちゃっていいのかな。そうだね。で、ちょっと高めに囲っておくと、あの、出るってことがないから。確かに。じゃあ高めに。問題はあと、どうやってそこに鶏肉を入れるかなんだけど。そうなんすよ。誰も気づいてないけどね。参った参った。あれ、ここに別になんか敷く必要ない。まあ、特にないね。もうそこにただ親鳥さえ入れちゃえば、卵だけ一緒。基本は完成なんですよ、これで。これで一応基本形だね。はい、あ、なんでニワトリこんないんの。俺が持ってきた、俺が持ってきた。すごい、大変だね。どう言える問題あるくらい、マジで。トロッコで入れるか、うん、それか卵を、うん、その上のホッパーの部分に投げ入れ続けて、親鳥が、親鳥にして、そう。ってことか、まあ、時間をかけて。そう、2匹いれば、一応種で増やせますからっていう。確かにね。じゃあ、卵2個、卵何個あるよ今、8個ある。え、ちょっと玉入れ大会した方が良くない？そしたら多分 100% で生まれるわけじゃないですか、うん、なるほどね。運ゲー。え、これはもう普通にさ、投げないでペコって捨てるだけでいいんだよね、中に。いや、投げる人がある。じゃあここに卵を、卵投げ入れて、これガラスに、ここのガラスに当てる感じ。まあ、ほっぱに当ててくれればね、下に降りていくから。あ、そういうことか。じゃあ行きますよ、ポン。卵がかわいそう。いやいや、なんでやそれ、偽善者ですよ、それは。これは偽善者だな。それはただの偽善者。おお、生まれた。いいね。これはあれだからね、こう、育ち待ちというか。そう、まだ、あ、これは何も犠牲にならないから。おっと、キヨキヨさんがニワトリをいじめてる。いじめてないよ。卵ぶつけて遊んでる。当たんないで、あなた当たんないでよ。こけーっつってる。いいね、ギリギリをかわしてくれ。あれ、もう終わった。終わった。俺あと2個だけあるわ。ちょっと大原チャレンジしてよ。オッケー、頼みます、お願いします。ほら、あ、あ、まだもう一個ある。
お願いします。ほら、解散。あと一匹いれば。そうだね、親と一匹でいれば実質無限なんだ。この人たちをさ、まあ、どうにかトロッコつないでいけば一応できるんだよね。つないでいきますか、そしたら。あ、じゃあちょっと待って、これトロッコいらん説ある。リードがあるんですね。あ、マジで。はい、あげる。リード俺やったことないな。俺やってみる。おー、リードさん。おー、なるほどね。ただね、階段ね、めちゃくちゃ登ってくれないから気をつけて。気をつける。難しいんだよ。確かに。俺これさっき発狂しながらトロッコのクスだからさ。つまりこうやって直線上を描くことで、トロッコ引きました。あ、登ってくれた、登ってくれた。リード無理すぎるんで、種で増やせる、増やせるっていうか連れてこれる。そう普通にはド忘れしてた。一旦ちょっとリード連れてくよ。クラブをやってやがる、こいつ。違う。よし、種で連れてくる作戦。これ実は頭いいかもしれん。あ、普通に。でも俺が入んないとこれダメじゃない。まあそこはパワープレイで。一回これ壊しちゃおう。はい。何されるか悟ったのか全然上がんなくなった。ねえ。あ、来た。ああ、離れすぎ。ああ。結構難しいね。これコンビネーションいるよ。これ夕飯にするか。あ、やばい。あ。あ。ええー。バッドエンドだ。え、これめんどくね。頑張って、エリトラで。おお、入るんだ。あ、入ってんじゃん。入るんだ。おお、よいしょ。おあと1匹。え、そうなの。まあ、装置はこれでも動くんですよ、2匹でも。まあ、そうだよね。じゃあちょっと、まあ、一応連れてくるか。すごいね、こういう装置考えた人ね。若干最後パスで見てるけど。まあそうだね。でもアイアンゴーレムトラップも大概だと思うけどね。あれもっと人型してるからもっと心が痛む。もっとちょっとね、最初俺見た時マジでみたいになった。あれ、このマイクラのこののほほん世界で一番存在していけないやつ。小原さん、小原さん。あ、はい、わかりました。任せてください。あ、卵。お願いします。すまんな。よし、これで、ニワトリにご飯あげれば。蓋しちゃった意味ないか。まあ一回ピラミッド直しますか、じゃあ。で、ここでこれで、まあ、しばらく待ってればまた、あ、卵産んでくれてたじゃん、さっき。まあそうだね。あんな感じで一応どんどん無限に増えてくれることになる。こっから卵が落ちてここでお肉になるみたいな。そうちょっと残酷ですけど。これは本当にちょっとオブラートに包むの面白いね。うん、でも完成でしょ。完成だね。素晴らしい、できました。3分クッキング。実際になるシーン見とく。でも結構運じゃない。運なんだよ。そう、卵がただこう今までだったら拾ったら邪魔だなと思ってたじゃん、うん、邪魔だった。それがもう勝手に肉になってくれると思ったら、まあ確かに、まあ、便利装置っちゃ便利装置なんですよね、うん、そんなに難しい回路もない。ただ結構時間がかかるっていう感じかな。だからもし本当に鶏肉をめちゃくちゃ食いたいっていう人は、うん、同じ機械を何台も作るといいかもしれない。なるほど、横にね。そうこれ100円みたいなね。ただ残酷な絵になるからそこだけ気をつけて。確かに。まあでもそのやっぱ世の中を知ることは俺大事だとは思うんですよ。現実はそんなにな。 YouTube でその自然界のなんかあれを見たんですよ。自然界のそのなんかチーターとなんかガゼルみたいな、なんかわかんない、シマウマみたいな、わかんないけど、例えば俺見た時に、いやマジで俺ら普通に肉食ってるけどこういう世界なんだよなみたいなっていうのを思うわけだから、そのなんかちょっとなんか鳥さんかわいそうとかね。いや、かわいそうとかではなくて、それをこうどうありがたくいただくかとか。でも人間って生きてるんじゃなくて俺生かされてるんですよ、マジで。いや俺これハワイ行った時マジで感じて、大自然すぎるのね。でマジでこの自然に俺一人じゃ勝てねえって思ったわけ。でも全員勝てないんですよ。はい、はい、だから俺ら生きてる錯覚に陥ってますけど、生かされてるんですよ俺らって。実はこう今自立してますけどみたいな顔してる人も、うん、そんなわけはない。え、ちょっと太陽が本気出したら人間一瞬で全員死ぬわけですよ。人間一瞬で滅ぶな、多分。だって太陽のさ、地球のあの小ささで、なんか太陽の、あ、なんか太陽との距離感でさ、常夏ができたり北海道ができたりするわけですよ。ありますね。ちょっとした違いで。尽きなかったら地球人住めないって言いますかね。宇宙からしたらさ、こう北海道と沖縄の距離なんてもうさ毛穴未満じゃん。豆毛穴じゃん、毛穴。毛穴だね。そうなんですよね。だからすげえ、だから自然を知ること。何しとんねん。自然を知ることでちょっと。いや、自然を知ることはすごい大事ですよ。そうなんですよ。いや、とか毎回ねこういう話別にする必要ないんだけど、急にびっくりしちゃった。じゃあちょっとここにもう一列、まあもう一列ずつ作ったらさ、そうだね、効率上がるね。ね、ただここチェストがちょっと無駄になっちゃう。まあノリでいこう。まあノリで、じゃあ横に一個、じゃあ俺こっち作っていいですか。じゃあちょっとディスペンサーとかこのチェスト入れてよ。
あ、そういうこと？オッケーオッケーオッケー。俺肩代わるわ。じゃあちょっと作ってみますか、ちょっと。ペチ。なんだね。肉もずっと作ってもいいんですけど。いや、それな、肉欲しいよね。で、これまたタイムアタックみたいになってない？お、競争するか。やばい、それはやばい。俺絶対やばい。俺クリエイティブで一回試作してるから早いよ。やば。それってさ、ドヤ顔してさ。また顔こっち、俺顔が顔の向き苦手なんだよね。あー、まあ慣れはいるかもしれない、ね、あー、オッケー、これか。だから逆に横と同じもの作ればいいんでしょ。そうそうそう、ま、見本ありますから。もうでもちょっとあのこれで、あ、じゃあまた顔、また顔ですよ。これこう言っちゃうとダメなんだよね。あれ、こっちでも反応してんだけど、一個しか置いてないのに。それはね、実は、はい、信号が出てるじゃん、うん、これレッドストーンの話なんですよ。僕苦手だけど話です、うん。レッドストーン信号が出た先のブロックって、はい、その1ブロックが一応レッドストーン信号はずっと発し続けるみたいな感じになるんですね。1ブロックが、はいはい、そう。だから横に置くだけでも横から信号を受け取ってペッペッペッってなってるんですよ。あ、すごい、できてるできてるできてる。だからこう、これで効率3倍になるの。まあ上のとこがどんどん増やせばって感じ。そういうか、まあこれはまだ3倍じゃないと。まあ、結局上の鳥の数が多ければ多いほど卵の排出量が上がるから結局効率も上がっていくよっていう。なるほどね。でもぶっちゃけ溶岩も1個あればいいんですよ。あ、そういうことですか。待って、それは鶏の数ってこと？そうだね。え、じゃあオブザーバーとか別にいらないじゃん。ただあれなんですよ、あの下の空間が狭いと鶏って死ぬんですよ。1マスに入れるモブの数って決まってて、1マスで確か16体ぐらいしか入れなくて、3マスあれば48体みたいな。上のマスが広ければ広いほどどんどん分けようっていう。ニワトリの部分結構危なくね。ニワトリの部分は最初に、うん、ホッパーをまずつける。だってここガラスあるもんね。ガラス壊した瞬間にってこと？いや、そこのガラス下の、まあ、俺が殴ってるとこ。ああ、そこを壊して。大丈夫、出れない。そこに、あ、コケっつった。コケっつったな、今。今ニワトリそこから出ようとしてやられましたね。なるほどね。で、これ、あ、そうか、じゃあいいのか、別にこれで。これで、また壁を増やしてあげれば。ここで、ちょっとまた壁増やして、で、ここ壊して、で、こうか。すごい、おー、できた。あれ、これいいんじゃない？もうこれで、一応スペース3倍で、下の部分、発射装置も3倍になりましたから。すごっ。結構簡単だね。そう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 。これそんなにね難しいから使わないからね。ね、あ、じゃあちょっと見た目整理しよう。見た目。なんか見た目ガチャガチャだな。見た目ガチャガチャなんで。その奥の。すごいな。なんか奥の方にガラスがまあ埋まればちょっと可愛い可愛いというか、なんか統一感。元通りです。これをなんかもし本当に最大効率でやりたいなって人は無限に作って面白いかもしれない。100連？100連とか。でホッパーで一つのラージジェストにみたいな。そう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 。なるほどな。無限に羽と肉があるみたいな。羽そんな必要？まあ一応ヤシと交換してくれる。ああ、まあ確かにね。謎の左右対称じゃないんだよ、なんか。なんで？なんだこれ？あれ？なんかこうはつけばいいの？これ左右対称じゃない？あ、まあちょっとチェストがなんかね悪さしてんだよね。わかった。うん。チェストはもう一個でいい。確かに。これでこの下のホッパーを横につけるんですよ。逆にね。おお、これかっこいいわ。ぽい。こっちのがぽい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 。いいじゃん。いいじゃん。ぽいもんできたよ。ぽいもんできたね。じゃあ施設っぽいし、ちゃんとこれで。あとはまあちゃんと鶏を増やせば。なんすかなんすか、めっちゃゴミ入ってますけど。それはね、最初に荷物受け取った時にゴミがめちゃくちゃゴミって言うなよ。いやー、そうね、ゴミじゃないね。ということで今回はですね、はい、鶏肉無限装置作ったんですけど、僕ら牛無限はねちょっとあったりするじゃん、まあ、手動残酷な装置ね。全然初代残酷装置。そう、初代残酷装置。全然自動じゃないけど小麦を手動で与えてくっていうね。しかも羊毛のやつもありますから。確かに、そっか。そう、羊毛いいね。くるくるくるってもある。本当に全部が無限になってくね。やろうと思えば何でも。ということでね、このキヨクラですけど週2で投稿してます、はい、でこのキヨキヨチャンネルではね、マイクラ、シバクラというですね、縛りでマインクラフトをしていくっていうね、シリーズも、始まってますんで、毎日、マインクラ、投稿もしてます。ぜひともチャンネル登録してね、次回の動画を見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして再生リストあります。再生リストはですね、シバクラの再生リストとキヨクラパート1から最新回まで全部入ってるね、再生リストありますんで、そちらチェックしていただければなと思います。そしてね、説明欄に大原の YouTube チャンネルリンクありますんでね、まだ登録してない方、私は登録して動画を見てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。